こんにちは福井教育支援サークの吉田です、えー、今日は鉄棒の回転技、どっちから教えますかということで、えー、鉄棒の上での回転技ね、えー、後方指示回転と後方膝掛け回転が比較的子供たちがマスターしやすいんですけれども、えー、どちらから教えますかということについて今日はお話をしていこうと思います。 はいえー、鉄棒運動の最終目標は連続技ができるということなんですけれども、まあ、通常、上り技で鉄棒に上って、えー、回転技をして降り技で降りてくるとこういう流れになるんですけどもこの回転技ですねこれがなかなかマスターできないんです、えー、もちろん子どもたちができる技を組み合わせてやればいいというのが基本なんですそのために体育の、ねえー、時間には 鉄棒の目当てカードみたいなものを持たせて様々な技を紹介するんですけどもできた技を組み合わせてやればいいというような考えでやっていくとやっぱり苦手な子がこの回転技のところでつまずくんです、えー、私はですねある程度ここができるようにしたいというイメージを持って指導していました、えー、というのはまず上り技なんですけどもこれは逆上がりか膝掛け上がり、えー、そして回転技 これはですね、私は後方膝掛け回転の方が成功率が高いというふうに思っています。これは後ほどまたお話しようと思うんですけども、それでどちらから教えますかということなんですけども、私は後方膝掛け回転から教えるようにしてきました。そして折り技は、ね、前回の動画でも話をしました、コウモリ振り降りでパッと立って降りると。これをなんとかね、苦手な子どもたちにもマスターさせたいと思って指導してきました。 大体ですね、もう9割以上の子どもたちが最低でもこの辺りはできるようになって、えー、もちろんね、えー、鉄棒が大好きな子どもたちは毛上がりをやったりだとかね、えー、も,ものすごい技をねいくつも組み合わせながらやる子どもたちも出てきましたただ私はやっぱりね全員の子どもたちにね回転技をして折り技を使って降りてくるとここまで指導したいというところに目標を置いて指導してきてきていました。 はいえー、後方指示回転というのは腕指示系の運動で、まあ、逆上がりを、ね、発展させたものと思っていただければいいですね、えー、両手で、えー、鉄棒を持って、えー、くるりと鉄棒に体を巻きつけてそして元の姿勢に戻るとこれは後方指示回転ですね、えー、一方後方膝掛け回転は膝を掛けた状態で鉄棒の上に乗って、えー、膝をね えー、鉄棒にかけた状態でくるりと回って元の姿勢に戻るというような運動なんですけどもどちらも比較的覚えやすいんですが後方指示回転の方が私は難しいと思うんです勢いをつけさえすればできるという考え方もあるんですがこれすごく怖がるんですねそして回転がなかなかうまくコントロールできないんです、えー、大体の子どもたちはです、ね、実はここでつまずくんですねこんな形にならないんですね どうなるかというと、こういう感じですね。もう怖くて、顎がね、えー、上に上がっちゃって、えー、脇もね、甘くなって、えー、体を前に投げ出すだけと、うん。これを何回やっても、これを繰り返すという子どもたちがやっぱり出てきます。えー、じゃあ、後方膝掛け回転はどうかというと、これはですね、まあ、この辺りですね。この辺りで仮に失敗して止まったとしても、 こうぶら下がった状態でで止まるんですね、えー、そして逆さになった状態で振るっていう感覚がこう失敗をしながらでも徐々に徐々に向上していくわけです、えー、ですからこうなんていうんですかね伸びていく姿が見えるんですねしかもここを利用してうまく補助ができるわけですそれではねその補助の仕方について少しお話をしていこうと思います、はいえー、それででは補助の方法です えー、後方指示回転も後方ひざ掛け回転も回転加速を得るためには体,を背体といいますか背中を後ろへポンと投げ出すような感じにならないといけないんですよね、えー、このとき支点になるのが鉄棒ですからそれを握っている手は伸びた方がいいんですね、えー、頭が支点から離れれば離れるほど大きな回転加速が得られます、えー、ところがです、ね、これを鉄棒の上に乗った状態でやるのは怖いんですね えー、なかなかできません。えー、かなりね、えー、回転感覚だとか、逆さ感覚を身につけていた子どもたちでも、最初のうちはできません。えー、それで私がやったのは、えーね、床に足がつく状態、まあ、低めの鉄棒のところに連れていって、床に足がつく状態で、えー、背中を丸めて、えー、ここからですね、えー、背中から後方に体を投げ出すという感じですね、ポンとこう体を後ろへ反らすという感じですかね。 えー、まあこの時に腕を伸ばし、膝裏を鉄棒にくっつけると、これをね、えー、実際にね、何回も何回もさせるんです。ポンと後ろに体投げ出して,なんて、その時にね、えー、膝裏を鉄棒にくっつけるんだよと、こうやって体を後ろに投げ出すイメージを持たせます。えー、そして、えー、鉄棒の上に上げて、えー、ちょうどこのあたりですね、えー、まさに体が上がってきて、えー、ね、 最後、鉄棒の上に乗っかろうと、ここまで触れるようになってきたら、後ろに入って、補助に入ります。肩の部分に手を当て、えーね、肩を押しながら、鉄棒の上に体を乗せるというふうにします。これ、重いんじゃないかと思われるんですけれども、ちょっとコツがあるんですけども、ね、体が完全に止まりきらないうちに、つまりまだ上へ登ろうとしているところで手を当てると、そんなに力が入りません。 もう軽く手を当てて、ひょっと押し上げてあげれば、大体子どもたち、鉄棒の上に乗ることができます。この補助の方法は非常に効果があります。ただし、ここまでね体が触れるまでは、もう、これはね、もう子どもたちの力がついていくのを待つしかないです。それで、さっきも言ったんですけども、膝掛け回転の場合は、鉄棒から落下しないんですね。膝が鉄棒にかかっているので、ブラーンという状態になってきます。 これを何度も何度もね、経験していくうちに、だんだん体の振り方を子供たちが覚えていくわけです。まあ、こうやって後方、膝掛け、回転をね、教えていくと。で、じゃあ他の技はどうかと。ね、例えば、まあ、小学校で一番難しいのはね、えー、前方の指示回転なんかなんですけども、えー、これはね、主にね、えー、子供のね、体育の、鉄棒の目当てカードを使って、えー、本当にね、アドバイスを与える程度ですね。 あとは子供たち同士で押し合いながらさせていくと。私はやはりなんとか一つね、回転技一つと身につけさせるということに力を入れてね、こう指導してきました、えーね。こうやって全員ができるようになったところで連続技というふうに持っていきました。えー、それでですね、もちろんね、このような連続技の段階に入っても、私は授業の導入部分では、ツバメだとか、えー、布団を干しだとか、 えコウモリ振りだとか足抜き回りといった、ねえー、基礎感覚、基礎技能を、ね、養う技を必ず入れてきました。必ずそれを入れてこうやって主運動に入るというふうにしてやってきました、えーね。また先生方、なんとかね、回転技を一つという時にに、ね、こういう方法があるということを、まあ、参考にしていただけたら幸いです。 はい。ご視聴ありがとうございました。先生方の教材研究のお役に立てば幸いです。